令和2年8月8日、熊本地震以来不通となっていた JR 豊肥線の肥後大津阿蘇駅間が4年4ヶ月ぶりに開通。阿蘇市内8つの駅で地元の市民らが全線開通を祝いました。はい、もう本当に待ちました。4年4ヶ月。観光面も本当ストップしてですね、寂しい阿蘇だったけど、これで観光面とかも農業面とか商業面とかですね、景気が良くなってくれるならですね、本当に嬉しいかと思います。ここ阿蘇駅では市民や各種団体の関係者らが阿蘇駅を通る普通列車や特急列車の乗客にうちわを振って出迎えました。豊肥線は4年前に発生した熊本地震やその後の水害などで線路沿いの乗り面が崩落するなど甚大な被害を受け、肥後大津阿蘇駅間のおよそ 27.3 キロが不通となっていましたが、復旧工事も終わり、この日4年4ヶ月ぶりに全線開通しました。大勢の人たちが待つ中、熊本駅を午前9時過ぎに発車した九州横断特急阿蘇ボーイは午前10時過ぎ阿蘇駅に到着。ホームで待っていた人たちがお帰りなさいとうちわを振って歓迎しました。しばらく阿蘇駅に停車した九州横断特急阿蘇ボーイは関係者らに見送られ、大分の別府駅へと向かいました。